カルロス・デルフィのこと、カルロス・フランシスコ・デルフィーノは、アルゼンチン、サンタフェ州出身のバスケットボール選手である。アルゼンチン代表メンバーでもある。身長200センチメートル、体重100キログラム。イタリアとアルゼンチンの両国で、市民権を保有している。1998年にアルゼンチンリーグの、オリンピアでベナドテ・テウエルトと契約。プロ生活を始める。 1999年にのラユニオンでコロンに移籍。翌年イタリアに移りレッチョカラブリアと契約し、2シーズンを過ごす。その後スキッパーボローニャに移籍するが、シーズン終盤に足首の人体帯を断裂。NBA からドラフトされるが、もう1年プレーした。2003年の NBA ドラフトで、デトロイトピストンズに1巡目25位で指名された。アルゼンチン人選手が、 NBA ドラフト一巡で指名されたのは彼が初めてであった。2004から05シーズンからピストンズに加入。シーズン前半に右膝を負傷し長期離脱する。シーズン後半復帰するものの NBA ファイナルに進出したプレーオフのロスターからは外される。2年目はシーズンを通してプレイするがプレイタイムの少なさから移籍希望を口にした。3シーズン目からは 出場時間も増え、1対1のディフェンスやインスタントオフェンスでチームに貢献した。2007年6月15日、2009年、2011年のドラフト二巡指名権との交換でトロントラプターズへ移籍した。翌年の2008年のオフにロシアリーグの BC ヒムキへ移籍して、1000万ドルの年俸に加えて家や運転手付きの自動車を与えられた。 2009年のオフ、ラプターズと契約を結んだ後、ロコウキッチとの交換で、ミルウォーキーバックスへトレードされた。2012年8月13日、ヒューストンドケッツと1年契約を結んだ。このシーズン先発5試合を含む67試合に出場し、平均10.6得点、3.3リバウンド、2.0アシスト、1.01スティールを記録した。シーズン終了後に、 ベーバー工事された。2013年7月17日、ミルウォーキーバックスと契約を結んだ。カデットチームのメンバーとして1997年と1998年に南米選手権を制覇。2001年に埼玉県で開催されたヤングメン世界選手権で来日、銅メダル獲得に貢献する。そして2004年アテネオリンピックでの金メダルに、 貢献する。2006年の日本開催の世界選手権にも来日し NBA 選手を中心に構成されるアルゼンチン代表ではジノビリのバックアップとして活躍。特にトルコ戦とアメリカ戦では高い運動能力を披露しアルゼンチンがマヌージノビリだけのチームではないことを証明した。また2016年リオデジャネイロオリンピックでは無所属の状態ながら出場している。 ありがとうございます。